じゃあこんにちは、豊高さん、はい、昨日の巨人阪神戦、うん、はい、大事な3連戦の初戦だったんですけれども、おうよ、ね、まあ、山崎伊織投手と西勇輝投手の投げ合いということでどうなるかと思ったんですけれども、まあ、1対で巨人勝ちました。ただこの1点というのがエラー絡みでの1点だったんですよね。あ、そうだな、はい、まあ、でも、サトテルがね、はい、ここのところ送球ミスが多くて、まあ、補給ミスも、まあ、中にはあるんだけども、はい、まあ、大体 そのエラーがクローズアップされてるのが、はい、送球ミスじゃない。そうなんですよ、昨日の、まあ、あのシーン、まずキャッチしたところがすごく上手かったよ、はい、うまかったし、あ、ワンバウンド投げるなと思ったけど、うん、まあ、ちょっと中途半端だったよね。あれが形と同じ内野手としては投げ方としてはどんな風に見てたんですか。まあ、状態が強いっていうのはあるけどね、うんうん、こうやっぱ状態だけで投げれるという、まあ、状態の強さっていうのは感じるけどさ、はい、やっぱこう下半身から連動していって胸の張りがあって投げるっていうのが、まあ、一番理想ではあるけども、はい、まあ、急にはねそれはできないから、まあ、投げ方とすればいつものサトテルの投げ方っていうね、まあ、そんな感じはしたけどもね。あれは一応エラーは大山、サトテル選手についたんですけれども、大山選手もあれは取ってほしかったなというところもあるんですか。まあ、取ってほしかったけど止めてほしかったんじゃないの。ああ、取るより止めるですね。そう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 、俺もファーストの経験があるけど、はい、やっぱこうランナーセカンドでああいうことになって抜けちゃうと、うん、もう1点になっちゃうから、うん、まあ、三塁だったらね、もう当然、はい、勝負に行かなきゃいけないけども、はい、セカンドだったら止めれば返さなくて済むっていうことがあるから、はい、止めに行ってもよかったけどね。もうそうですね、そうかも、うん、まあ、だけどやっぱこうね、ワンバウンド投げてて、そのワンバウンドもちょっと不規則のような、まあ、感じもしたしね。でその岡田監督が試合後にベンチで俺だけやったわワンバウンド叫んだのってお話されてたんですけど、まあまあそうかもないけど、それはどういう意味のワンバウンド。いやいや、ワンバウンド投げてくれっていう、ワンバウンドで正確に投げてくれっていう、まあ、上に行っちゃうよりも、そう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 、いや、まあそれはもうみんながね、はい、多分願ってたことだと思うよ。バンバン言葉に出なく出なくてもなんかこう見てて願ってたというか、まあ、そんな感じは受けたんだけどもね、うん、まあ、だけど、まあ、エラーになったと。そうなんですよ。ただやっぱり佐藤輝明選手のそのエラーというのが直近の6試合で、まあ、打率が1割で5エラーで現在19エラーで、その打率もちょっとね低めというか18打数2安打というところで、まあ、そのエラーがね、まあ、重くのしかかってるというか、はい、まあ、打たなきゃいけない選手だからもうエラーなんか気にすんなと、うん、もうそんなどうでもいいわみたいな、はい、ただお前は打ってくれたらいいわって言えないからね。そうです、最近は。そうなんです、また率が、まあ、ただやっぱ投げ方も変えていかなきゃいかんな。これすぐに投げ方ってもうあと残り37試合とか36試合しかもうなくなっているので、うん、その中で守備練、いや守備練っていうかこれは練習でできても試合でできるかどうかっていう保証がないんだよ。だから、まあ、仮によ、はい、仮に彼がもうそこに悩みを深く持ってるんだったら、うん、試合でいい球を投げ続けるしか克服はできないね。試合でいい球を投げ続ける、うんうん、でこれがいや試合もダメだっていうことになってくると変えるしかないから。どことどこを変えるの。だからまあ一番いいのは大山と、うん、大山もサードできるからさ、はい、大山とサトテルを変えてしまう。例えばサードにいた佐藤輝明選手がファーストに来ると球の見え方とか取り方っていうのは、まあそこら辺は野球やってるから、うんうん、で投げなくてもいい、まあ、大体トスでいいから、はい、だから、まあ、それはもちろんバコンとかあるけどね、うん、あるけども、だけどサードよりは投げる回数は少なくなるよね。もし監督が今豊さんであれば残りもう37試合、うん、上にもう勝っていくしかないってなったらやりますか。いやだから、うん、サトテルは外せないからさ、はい、やっぱサトテルが打った時ってものすごい破壊力も感じるし、うん、打線のつながりも感じる、はい、まあ、そうなってくると打線の中で外せない選手なんだよね。そしたら俺はサトテルとこう話し合ったとして、うん、いや投げる方はもう本当自信がないって言えば、うん、もうすぐ大山ちょっと申し訳ないとサードに行ってくれと、うんうん、いうようなコンバートはすると思う。外野はね、うん、森下、ね、近本、はい、前側がいるんで、うん、なかなかこれ変えられない、はい、で前側の時、まあ、左ピッチャーだったら、まあ、野口とかね、はい、まあ、今使われるようになったから、うんうん、だからそこら辺のそのバランスっていうのは変えたくないと思うんで、はい、
まあ、そうなってくるとやっぱサードかファーストで生きていくしかない。そうですよね。岡田監督の中に頭の中にはその構想っていうのは何パーセントかはあると思いますか。いやそれはあるよ、うんうん、あるけど変えて共倒れっていうのは嫌だよね、はい、大山までおかしくなっちゃったっていうのは嫌だよね、はい、できればよ、まあ、撮影を使いながら、勝ってれば、はい、守備固めという、うん、ことはしてくるだろうねこれから。うん、あのサトデル選手外して例えば渡辺亮選手だったりとかって、まあ、糸原選手とか、うん、だから、まあ、そういうふうに守備固めを使ってくるのが、まあ、妥当だとは思う、うん、まあ、だけどでもこれをずっとその不安のまま守らしておけば、うん、バッティングの方に影響があるってなるとさ、はい、言えればいいよ、エラーしてもいいからお前打てよって、うん、で勝ってたら守備固め使うからなって、うん、でもそのバッティングに影響し始めてるっていう風に感じるとさ、はい、守りの負担を軽くしてあげないと、軽減してあげないと、いやなかなかこう打つっていうことに集中できないかなっていう風に思うから。昨日の試合も見てて、まあ、そのエラー絡みが序盤にあって、その後もあのサードの当たりをあの木浪選手に後ろで任せて取ったシーンもあったと思うんですけど、まあ、あれはどうなんかな。例えば木浪選手が自分が取って投げるよっていう、そのサトデル選手にまた辛い思いさせたくないみたいな、うん、まあそうだね、まあ、あの打球を取って体勢が悪いまま投げると、うんうん、またそういうね、うん、エラーの可能性が強いから、はい、まあ、木浪がバッと声を出して、うん、譲ったのかもわからないけども、うん、まあ、だけどあれは一連の流れで、はい、まあ、そういうのは普段から行われていることだからね、はい、まあ、里照がエラーが多くなったとか、うん、まあ、そういうことではないと思うよね、うん、あとは昨日の巨人戦を見ててもそのサードへ行く打球っていうのがちょっと多いなかなってちょっと感じたんですけど、まあ、狙われてんじゃないの。それはありますよね、もちろん。例えばレフトに外国人の選手で肩が弱いって例えばなると、やっぱそこを集中してそこにっていうのも揺さぶりっていう意味でも、まあ、揺さぶりはかけてくるだろうね、うん、かけてくるだろうけども、あからさまにもうサードばっかり狙えとか、うん、そういうことはないと思う、うん、ただやっぱり西の昨日はね、はい、西勇輝の投球パターンが右に対しては引っ掛けさすような、はい、詰まらして打ち取るような、うん、まあ、そういう感じのピッチャーだから、まあ、そう感じただけだろうけども、うん、今日は才木でしょ。そうです。なかなか飛んでこない。 前というかサードがあのサードの方にはちょっと右バッターが引っ張り切れるということは、うん、まあ、そんなにないと思う。まあ、だけどそんなこと言ってる場合じゃないからな。そうですね、打球は飛んできますもんね、いつなんでも、まあ、なんかしら、というよりも飛んできてもいいようにしとかないとさ。そうですね、プロだから。いやだからそれは、まあ、もうとにかくもうしょうがないからこのまま行くのか、まあ、3つだな選択は。このまま行くのか、はい、それともコンバートなのか、はい、勝ってたら守備固めなのか、はい、っていう3択しかないと思う。もうそうですよ、ね、だから3択の中で一番パーセントが高いのが、うん、勝ってたら守備固めだ、はい、これ負けてたらこれね外しちゃうと。そうなんですよね、まあ、打てないし、まあ、今ちょうど守れないから外しちゃうとって思うけど、うんうん、だけどやっぱり試合の中で克服していかないとさ、確かになかなかやっぱこう厳しいものが、練習ではねプレッシャーがないができるんだよ、はい、でもやっぱこう取ると蘇るからさ前のプレーが、うん、だからやっぱこう厄介なんだよね。多分一歩過ぎ身になってるってことも考えられるんですか。まあ、完全にそうだというふうには俺は思うけど、まあ、まあしょうがないよこれは。ただサトテルの性格だとかそういうのを考えると俺は克服しそうな感じはするけどね。だから周りがあんまりやややや言わないことだよ。まあでも本人は感じてるのに、まあ、傷口に塩を塗るようなことがすると、はい、やっぱその記憶がどん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 悪いイメージにつながる、うんうん、まあまあもともといいイメージなんかないわけだからさ。そうです、ね、あだからまあそこら辺をあんまりやややや言ってもね、うん、まあ、しょうがないと思うし、うん、まあ、やるもんはやるんで仕方ないよ、まあ、それも一つ、まあ、やるなっていうふうに思っとけばいい。その分バッティングでもう取って投げてアウト取ってくれたら、うん、ファインプレーだよ。そのぐらいに思っとかないとさ、やっぱもう使うんだったら腰据えて使わないとっていうか肝据えて使わないとそれは無理だよ。ただ例えばここからまあ37試合、30試合、20試合、10試合、残り5試合などで本当に
ここ勝たないとっていう痺れた試合がどん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 増えてくると思うんですけど、その中でこの一つのエラーってどういう、いや全部が飛んでくるわけじゃないから、うん、ね、もうそれはもうだって4番バッター外せるか、外せないですよね。なあ、じゃあそれだったらもう居直って気持ちとして使うしかないね。佐藤輝明、いやお前いくらやってもいいと、うん、もうしょうがないと、これはお前が克服するしかないし、うん、お前が乗り越えなきゃいけない壁だと、うんうん、だから頑張ると、その代わりもう打つ方と守る方は別にして考えろと、だからもうお前打ったら、ね、エラーするって思ってるんだったらその分打てって、ね、そしたらもうチャラになる、なってくるよ、まあ、そのぐらいで使うしかないよ岡田監督がですよね。だって今さらさ、ね、だから今からでもできる正しいスローイングみたいなのってありますか。まああるよ。ありますか。今やっぱり取る姿勢、うん、取る基本的な一番いいところで取って、うん、ちゃんとステップを入れて、うん、多分ね胸の張りがね中途半端なんだと思う。目いっぱいこう張って思い切って投げると多分スーッといくと思う。今やっぱね状態でここで細工しようとしてるから、うん、だからちょっとおかしいんだと思う。だからちゃんとステップを踏まして胸を張って投げると、そしたら俺はいいような気がするけど、なんかねちょっと中途半端になってる。だからどこで投げていいかわからない。だから下から投げようかなとか、はい、下よりちょっと上かなとか、うん、そうじゃない、しっかり上からまっすぐこのラインを外さなければいいって、うんうん、そしたらファーストが取ってくれるって思えば、まっすぐ投げたらまっすぐ行けばファーストがなんとかするよ、うん、そのうちしっかり行くようになるし、そうです、ね、やっぱ下から行くとさ、はい、こういう風なブレが起きるんだよ、左右の飛んでちゃう、ね、そうじゃなくてしっかり踏んで上からワンバウンドでも何でもいいから上からパッとこのラインで投げる、このラインから外れないように、うん、はい、自分で決めて、そしたらある程度のとこは行ってくれるよ、その左右にばらけないでってことですね、うん、そしたらファーストもプロが守って大山もうまいから、はい、それはやってくれる、ちゃんと取ってくれる。あとはたまにあるあの冒頭というか上に抜けちゃう、あれはどういうふうに克服すればいいんですか。だからそれは、うん、こう顎が上がると上に行くし、はい、うん、やっぱりしっかりした目線を捉えて、うん、この筒状に投げるっていう、あ、今度はドラム缶みたいな、はい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 、筒状から出さないみたいな感じで投げると、確かにイメージとしては、イメージとしたら、うん、そしたらもう瞬時にこうやってドラム缶かなんかを作っといてその中に投げていく。だからもう気にしなくていいよ、ファーストがどうのこうのとか、うん、でワンバウンドがどうのこうのとか、うん、だからもう好きになるよ、それができたら、はい、そしたら必ず行くから、うん、だから心配しなくていい、心配しなくていい、心配だろうけどそれは心配だろうけど、本人が一番心配だと、いやだからもう筒状のイメージできるかどうかだよ、うん、うん、かそうそう、まあ、筒状というか壁というか壁、そうですね、筒状だったりライン、まあまあ、高さも嫌だったら、うん、もうドラム缶を作っちゃう、自分の中で。そうですね、そうそう、そしたらなんかその中で投げていけるかなと。もちろんね、その昨日の試合がその、まあ、サトテル選手も含め野手がまた点を2点以上取っていればもうちょっとねこのエラーもまあ薄まるかどうかわからないですけど、まあまあ、いやただ彼にとってそのエラーは消えないエラーだから、うん、だからそれはその野手が打ってればとか、はい、だから勝っとけばね、うん、まだ軽減をされるけども、はい、でも本人の中で何の救いにもならないから、確かにそうですね。だから、まあ、自分で克服してほしいなというのと、はい、本当に言ったように、うん、もう筒状みたいなのを作って、うん、上から投げ下ろす、この肩の入れ替え、この肩が目標で、うん、投げた方のこの投げた肩が相手の目標だから、うん、まあ、そうですね、そうそう、相手方向に行きますもんね、こういうふうに。だからこの肩の入れ替えだから、うんうん、だから腕なんかあんまり気にしなくてこの中に入れていくっていうイメージでいくと、うん、そうそう、残り36試合37試合ぐらいですけれども、ね、ちょっとサトデル選手バッティングもそうですしサードでの、まあね、エラーっていうのもありました、まあ、ただやっぱりちょっとバッティングがね絶好調時より落ちてるし、はい、まあ、余計にその守りってそういう時は守りだって思ってて矢先にこういうことになるわけだから、うん、だからもうとにかく打つしかない、そうです、打てばいい、そうですね、自らのミスをそのバッティングの方でもそうそう取り返せみたいな、
よね。そうですね、はいはい、ね、今日のここからね、また巨人戦があと今日明日とまだ残っているので、ここでね、まあ大事な試合はずっと続くからですよ、ね、これからね、ここから直接対決でやっぱり差を縮めていたいっていうところだったので、いや、もちろんそう、なんとか離されないように、まあ大丈夫、サトテルは大丈夫です、大丈夫、じゃ信じましょう、やってくれ、いや頑張って、はい、はい。